鳥戦争、ヘンリク・ロダコフスキ・ハニョクザの人物は、ジグムント・ローオーその傍らに、王妃・ボナと幼い王子ジグムント・アウグスト・鳥戦争は、1537年に、反王権主義、反絶対主義を標榜するポーランドの中、小貴族階級が起こしたロコュの通称。この部別的な故障は、大部分が国王を支持し、 マオポルスカのルブフに反乱を起こそうと集結した一般貴族たちができるのは田舎の鳥を全滅させることくらいであると息巻いていた大貴族たちがつけたものであった。マグナートが選んだココスの子は卵を産むメス鳥を意味し、これは発音の似ているロコシとココシとを言い書いた言葉遊びとなっている。ジグムンと一世は過去100年間にわたって多くの特権を獲得してきた。 貴族階級が自由を謳歌するポーランド王国を相続した。ジグムントは間もなく対外的な脅威を国家にもたらそうとする国内、貴族たちの強い圧力に直面した。ニヒルのビ法令を制定した前任者、アレクサンデルの治世以降、ポーランド王は議会の承認なしには法を定めることすら実質的に禁止されていた。この事態は国内の安定を大きく損なうばかりか。 ジグムントが一般貴族階級とマグナートたちを王としてまとめ上げることをも難しくさせていた。自らの権力を強化するため、ジグムントは一連の改革に着手し、1527年には徴兵制度による常備軍を設け、国家統治と軍事費確保のために官僚機構の規模拡大を狙った。また、イタリア人の妻、ボナスフォルザの協力を受けながら、ジグムントは 王室財政の拡大を図って土地の買い上げを開始し、さらに以前は低等物件ないし太陽物件となっていた王室財産を大幅に取り戻すことで王室財政を立て直そうとした。ところが1537年、ジグムントの政策は大規模な紛争を引き起こすことになった。南方のモルダビアへの遠征に赴くため、貴族たちは総動員令を受けてルブフ郊外に召集された。 しかし集まってきた、中流、仮想のシュラフタたちは、国王の戦王に対する露骨を起こし、ティグムントに一連の政治改革を放棄させようとした。反乱者たちは、国王政府に三十六箇条の要求を突きつけたが、主なものは、以下の通りである。ロナ王妃による、領地買い上げの推進を中断すること。シュラフタ身分に課している十分の一税を免除すること。国庫を拡大するよりも、 お食の一層によって財政難を克服すべきこと。貴族の所得権の確認と拡大を認めること。徴税を取りやめるか、貴族に対する徴税の免除を行うかすること。特定の官職について、官職検体禁止に関する法律を制定すること。最重要の地方官職についてはその地域の貴族を任命する法律を制定すること。 国王のための常設の助言機関を設けること。最後に、反乱者たちは、ボナ王妃について、彼女が国内における自らの影響力を強めようと、画策し、交代しジグムントアウグストに、悪式教育を行っていることを急断している。しかし、この反乱は、貴族の指導者たちが内部分裂し、また情報を引き出すのは無理だと分かったことで、消滅することになった。 国王側との内戦が始まって一週間も経たない、うちに反乱者は妥協案とおぼしきものを出してきた。ジグムンと一世は彼らの要求のほとんどを跳ねつけ、次年度については、官職検体禁止の原則を受け入れることと、現在の国王の存命中に、時代の王を選出することを強要しないことのみを了承した。これを受けて、貴族たちは分散してそれぞれ帰郷し、 国王に要求した大幅な特権拡大を実現させることはなかった。ありがとうございます。